お世話になります。ひとりでございます。昨日トリトドンの配布に続きましてポリゴン2の配布が行われました。今回はその情報を共有させていただきたいと思います。ポリゴン2についてもトリトドンと同様にポケモンの大会記念の配布みたいですね。でこれは海外のポケモンプレイヤーズカップの生放送で情報が公開されたので8月23日になって夜中ぐらいかなに公開されたんですが、私は8月23日の10時半ぐらいに起きちゃいまして、たまたまめっちゃ情報遅くなっちゃいました。すみません。まあ、とりあえず受け取っていきましょう。受け取り方はですね、不思議な贈り物からですね、それで、不思議な贈り物を受け取るから CR コードで受け取るですね。まあ同じですね、トリトドンと。で CR コードについては PK ファイヤーじゃなくて MNPL 学園じゃなくて AYERSCUP ですね。ですのでポケモンプレイヤーズカップですね。非常に簡単ですね。OK、これで。はい、ポリゴン2プレゼント。昨日は、エールのとかありましたけど、今回ないですね、何も。普通に来ました。OKOKOK。これで、ビューンと来まして、はいはい、ポリゴン2登場でございますと。こいつはなかなかやっぱいいですね、見た目がね。私は大好きですわ。はい、これでポリゴン2を受け取りましたとなるわけですね。で、もちろんポケモンを確認してみましょうとなるわけですね。はい、じゃあ内容を見ていきましょう。個体値については、うわっ全然あれなんすね。よくはないんすね。ちゃんとここは対戦用のやつになってないんだ。最高ダメかも。かなりすごくいい。まあまあダメかも。っていう感じなんで、全然理想個体じゃないですね。多分、ランダムの可能性もありそうですね、これ。で、ポリゴン2のプレシャスボールでございます。で、親が、VGC20 ということで、大会の名前ってことかな。まあ、こういう個体って本当にもう超レアっすよね。色違いじゃなくても。で、持ち物が進化の奇跡でございまして、そんなレアなアイテムじゃないんだよね。別にもらってしょうがないっていう感じなんですけど、まあいいでしょう。もらえる分には。で、特性がダウンロードでございます。まあ、ここも定番っていう感じかな。で、技については自己再生、タリクロー、ライトビーム、10万ボルトという感じでございまして、これも、もう何にも言うこともない、普通のやつかなっていう感じですけどね。で、生意気な性格でございまして、2020年8月23日、ポケモンイベントで、レベル50の時に運命的な出会いをしたようだっていう感じなんですね。マジか。トリトドンの場合確かバトル大会だっけみたいな感じなんですけど、これポケモンイベントでってなってますね。これ結構また レアな感じの表記じゃないですか。これあんま見たことないですね、この絵で。リボンもついておりまして、イベントリボン、ポケモンのイベントに参加した記念リボン、つけた時の名前がイベントに参加したポリゴン2っていうことでございます。あ、これはあれなんだ優勝とか記念してるわけじゃないから、ただの記念リボンなんですね。あのトリトドンの場合は優勝リボンみたいなのがありましたから、あ、そういう意味だ。こっちの方がまあレア度的にはなんか低そうなイメージ的にはですよ。まあでもとりあえずもらえるんでいいでしょう。はい、でこのポリゴン2についても多分量産はねできるんじゃないかなと思います。私今やってるのソードですけど、シールドも持ってますので、シールドの方でやってみましょうか。はい、じゃあシールドの方に変わりまして、こっちで受け取っていきましょう。こっちも同様に不思議な贈り物から不思議な贈り物を受け取る、シリアルコード PK ファイヤー PL 学園ポケモンプレイヤーズカップなんで非常にわかりやすいですね。はい、ビューンと来る。はい、どうもこんにちはってちゃんと挨拶しなければなりませんよ。はい、オッケー。はい、ということでこんな感じでね、ポリゴン2簡単に受け取れますね。で、私これ色違いモロバレルの時にもやったんですが、セーブデータを最初からにして不思議な贈り物ができるところまで進めれば何度もね受け取ることは一応できます。ですのでこのポリゴン2はめちゃくちゃたくさん量産できるってことですね。ただこいつ散々皆さんに言われてますけど、対戦で使えないツールがもう意味わかんないですけどね、はっきり言って。ただそういう意味でも需要が落ちてるので、これ持っとくのめちゃくちゃ多分今後希少価値超上がるんじゃないでしょうか。はい、ということで今回はポリゴン2のね配布の情報を共有させていただきました。さっき需要ないと言いましたけど、友達全くいない人とかスイッチ1台しか持ってない人とかはこいつ交換で手に入れるので、まあそこそこ需要あったかもしれないですね。っていうか今気づいちゃったんですけど、ポリゴン2ってスイッチ最低2台ないとゲットできなかったり、もしくは友達もう1人、つまり合計で2人以上いないとこいつをゲットできなくて、つまりそういう世の中は1人じゃ生きていけないんだよということを示したくてポリゴン2と名付けられたのかもしれませんね。